ニューラルチューニングマシンの題して、森山より発表させていただきます。冒頭すみません、僕の都合で、もともと今日最後に発表する予定だったんですけど、一番前にクリックしていただいて、迷惑をかけてすみませんでした。はい、すみません。では自己紹介なんですけど、森山と言います。もともと中国籍でして、で日本に帰化しております。で、仕事はあんまりそのエンジニアとは一切、エンジニアリングとは一切関係ないんですけども、趣味で Python を始めて、でそのまま勢いでディープラーニングにはまった形です。で、自然言語をメインにやってます。弱点としては、これ個人的な話なんですけど、最初からディープラーニングに入ったので、確率論とかがすごい弱いです。で、PRM、ALU をちょっとずつやってます。で、お断りなんですけど、今回の話っていうのは全部自分個人の研究でして、あまり会社とか団体とは一切関係ありません。なので、ちょっと間違ってたらぜひ指摘いただければ幸いです。で、概念の理解を優先しているので、厳密な話は結構カットしてます。で、特に資料の中では日本語表記とアルファベット表記って混在してるんですけど、特に意味はないです。基本日本語ですけど、長くなるやつに関してはアルファベットで表しています。はい。で、今日話すことなんですけれども、最近、直近ここ2年ぐらいで、ディープマインド社をはじめとした、機械学習界隈の、その先進企業が取り組んでいる外部メモについて紹介します。で、話アジェンダとしては、ニューラルネットワークのおさらいと、あと、これは私の見解ベースです。で、あと、ニューラルチューニングマシンの基本概念で、こちらは論文ベースでお話しします。で、最後に自分の見解を込めて外部メモリーの将来性についてお話しさせていただきます。で、これらのトピックは出てきません。で、特に同じ外部メモリーの、仲間で、Facebook 社が精力的に取り組んでいるメモリーネットとの比較は、ちょっと今日は割愛しています。はい。モチベーションなんですけど、なぜこれをやろうかと思ったことなんですけど、理由なんですけど、ニューラルネットワークで一般的に、画像領域でパターン認識系の問題に関してはかなりいい成果を上げているんですけど、あまりその推論が求められる、自然言語領域では汎用的な手法はまだまだその提案されていないのかなと思っています。で、個人感としてはこの辺りがニューラルネットワークの限界だろうなと思ったんですけど、外部メモリーに触れて少し突破口を感じました。すでにディープマインド社では外部メモリーを活用した論文ベースでいくつかの発表があっています。特に直近のワンショット学習がすごい熱いなと思います。はい。で、ここからなんですけど、まず基本のおさらいです。で、ニューラルネットワークに関しては、ご存知の話も多いと思うんですけど、中間層を持つのは有効顧客です。で、強みとしては単調な非線形表現を積み重ねて、複雑な非線形表現、合成関数が作れる。で、パターン認識問題が得意。で、ただ弱みとしては、現在読み込んでいるデータだけじゃなくて、過去の情報も必要な問題はかなり苦手。と言いますのは、物理的に解けないかなと思ってます。で、今は現在のデータのみで答えを導けない推論問題はとても苦手です。で、推論問題を解くためにも過去のデータが必要ということであれば、じゃあ過去のデータも伝播するような仕組みを作る。で、これが RNN、リカレントニューラルネットワークの発想です。で、理想としては過去の入力全部に対して現在の入力を加えたネットワークを作りたいんですけれども、ただこれはちょっといろんな事情があってできないと。で、実際そこを作ったのが LSTM と呼ばれる実装で、メモリー、データの状態を中心の、そのメモリーセルと呼ばれるものがあって、で、ここにその状態を保存するといった構造になっています。で、過去すべての学習では実はできなくて、逆連播のコストがかなり増えるので、実質数ステップ分の学習しかできないのが実情です。で、RNN の限界なんですけど、ちょっとここからは一般論よりも自分の考えが中心です。で、よくその LSTM で聞くと、計算量が長い、計算量が多いって、とかメモリークールとかそういった話でよく聞くんですけど、ただ個人的にはそれよりももっと大きな問題があるかなと思っています。内容としては、記憶を司るメモリセルのデータ構造ですね。で、LSTM の学習って、実装式見ると分かるんですけど、メモリセルの更新っていうのは、その特定の部分だけじゃなくてメモリセル全部が更新されるんですよね。で、ハイパーボリックタンジェントでマイナス1から1の間で全部に対して、多く少なく更新するっていう話になっているので、これだとそもそも表現力の幅っていうのは限定的かなと思っています。はい。で、そこで求められるのは、表現力の高い文字処理、つまり、必要に応じて必要な部分だけを更新したりとか、で、必要な部分だけを取り出す、計算を取り出すような、表現力の高い処理と、あとは、もっと大量のデータを
蓄えれるような名字の構造ですね。はい、でここまでは基礎の振り返りとなっています。でここからなんですけど、ニューラルチューリングマシンの話に入ります。ここの話は論文から結構抜け出して作りました。であえて堅苦しく言うと、あまりこうチューリングマシンというよりもノイマン型のアーキテクチャの上に、そのニューラルネットワークと、あとチューリングマシンのヘッドの部分ですね、を取り付けたようなものになっています。で、構造は複雑だけど、ちゃんと微分化のまま学習できますと。で概要をつかむ程度であれば、チューリングマシンの理解はいらないと思うんですけど、ただなんかこうある程度理解があるとすごい腹落ちするかなと思います。で具体的にはこんな構造になってます。真ん中に、コントローラーと言われるものがあって、でこれは実際LSTM で実装している場合が多いです。でそれに対して、ここにヘッドと呼ばれるものと、あとはメモリーと呼ばれる部品がくっついたような状態となっています。で、LSTM をそのまま使うんじゃなくて、メモリー制御を拡張して、データを細切れに保存できるようにしています。でメモリーの操作はチューリングマシンのヘッドの操作に結構似てます。でノイマン型と比べると結構似てますよね、形が。ここが入力、出力、制御、演算で、メモリーみたいな形で。で、構造なんですけど、大体上がそのコントローラーが LSTM なので、インプットアウトプットを受け付けますと。で、真ん中の、コントローラーというのは、ただその LSTM としてその働くだけじゃなくて、ヘッドを動かすためのパラメータでも随時発行します。でそのヘッドを通じてメモリーに対してアプローチしていく、メモリーを操作していくという流れとなっています。でこれ概念なんですけど、コントローラーというのは大体そのデータの入出力を、処理するインターフェースみたいな概念です。でメモリーに関してはその、よくその PC のメモリーとして、ラムとして、例えられる場合が多いんですけど、本当にそんな形のものとなっています。であとヘッド。でこれがそのメモに対してそのデータを書き込んだり読み込んだりする機能となっています。なので計算値はここが RNN と LSTM になっていて、これデータ入って計算して出て、データ入って計算して出て、でここでヘッドを操作するためのパラメータを随時発行して、でそのヘッドを通じてメモリに対して読んでいったりとか書き込んだりします。で計算値ももちろん同様の形で取り出して計算はできます。でここから具体的にその中身をの実装の話なんですけど、一個ずつ説明するとかなり時間を食ってしまいますので、なんか具体的にその処理の流れだけさらっとお話しします。で細かい式は論文見た方がもっと分かりやすいかなと思います。で、ヘッドでメモリのイメージというのは、そもそもメモリが N×M の行列となっています。でヘッドっていうのは各行のメモリの重みを重みが記載されています。でヘッドによるメモリ読み込みっていうのは、さらっと言うとこの式でお元にして各時刻のメモリの状態を読み込むことができます。で書き込みなんですけど、これも LSTM のようにその中身のメモリを更新する必要があるんですけど、これは2つのステップに分かれていて、最初に既存の情報の削除を式でやって、で情報の追加ですね、追加はまだ下の式でやります。で、メモリの書き込みと読み込みっていうのはあんまりその複雑、式読めば分かるなっていう話なんですけれども、このヘッドの操作が結構複雑です。というのもさっき話したように、そのヘッドの重みのパラメータの調整っていうのは、一つ前の状態、直前のメモリと、あと重み、あとそのコントローラーから出力される5つのパラメータと元に全部で4ステップで構成されている。これ結構ややこしいです。でパラメータはこのままあります。ちょっとこれ個別の説明は一回割愛します。5つのパラメータがあります。で学習のステップでも4ステップあります。でそれぞれのステップに関して簡単に概要だけおさらいすると、まずコンテンツアドレッシングっていうものでがあって、直前のメモリの状態と、あとコントローラーから出力されたベクトルををがあって、でそれとメモリ内の 各位置のメモリの類似度を割り出して、ヘッドの重みを初期化するという作業が入ります。で次に、前の状態 の, そのヘッドの重みと計算足し算します。でここに G という係数が掛け合わされます。
際これがあのこのシステムの一番面白いところで、あのコンボリューショナルシフトというものがあります。でどういう話かというと、なんかこうメモリ内のデータを左右に移動させたりするんですね。でこれは結構チューリングマシンとなんかイメージが近いような形になってます。これ全部足して1になるように調整されているんですけど、まあ、左これが左、真ん中右となっていて、左に1の時は全部のデータを左に1個ずつ移動させます。で双方左右 0.5 ずつの場合は、まあ、お互い 0.5 ずつ動く、2だったらここに1ずつ振り分けられるみたいな形。これは結構トリッキーな形で面白い内容です。でこれによってもメモリーの位置の関係性が学習できるようになります。で最後に、LSTM の出力ゲートに似たような動きがあって、で、シャープエンジニングで、そうですね、整えるっていう作業があります。ごめんなさい、ちょっとすごい勢いであの話してしまったんですけど、で各その処理っていうのは実は結構概念が難しくて、今さらっと話したんですけど、で一つ一つの式っていうのは結構理解に時間がかかります。なのでこの構造自体が結構 LSTM に似たような複雑性を持つんですけど、 LSTM みたいにこうシンプルになんかこうシグモイド関数とかハイパボリックタンジェントとかそういった計算ではなくて、それと異なる概念を持つので全体のイメージでは結構難しいかなと思います。でただ、まあ、こういった複雑な処理が挟んだゆえに、まあ、多彩な表現力を獲得するっていう側面もあるかなと個人的に思っています。で逆転版は相当難しいと思います。どういうことかというと、今までの流れを全部計算グラフで示すとこんな結構複雑な形になるんですよ。これを一個ずつ追ってその逆転版の式書くのはかなり骨の折る作業かなと思います。はい。で最後にちょっと個人まとめに入るんですけど、あのこれは全部僕の個人の見解です。で結局何が良くなるのかっていうと、表現力を向上させることによって、まあ、LSTM で成し得なかった本質的な記憶は、まあ、これ形成できるかなと個人的に思っています。で LSTM って結構そのいい働きはするんですけど、例えば文章作成とか音楽作成とかいろいろできるんですけど、でも文章ってあの有名な例ですのシェイクスピアの詩を書くっていうのがあるんですけど、でもそれって結局あくまでシェイクスピアっぽいみたいな。で音楽に関してもそのいろんな音を並べるんですけど、これ音楽っぽいっていうところ、そのぽい、まあ、まるまるっぽいっていうところを抜け出すのが結構難しくて、でその一歩先を行くのがこういった話かなと思っています。まあ、表現力を増すことで、で2番目に書いたようにそのメモリを細切れにして、まあ、必要な部分に応じて、まあ、必要な箇所を変更したり使用したりすることで、まあ、普通のニューラルネットワークよりも、まあ、若干人間の方に近い処理が可能かなと思ってます。ただこれ AGI と比べても全く別の話なんで、普通あくまでも普通のニューラルネットワークと比べて結構優れています。で、今日話したのはそのディープマインド社が2年前に発表したあのニューラルチューリングマシンなんですけど、で実はこの時点でさっきいろいろガーッと話したんですけど、まだまだそのメモリの操作で荒かったんですね。で直近で、先月ぐらいにあの、ディフェレンシャブルニューラルコンピューターっていうあの発表があって、でそこで、もう一個その手の込んだのが時系列メモリの書き込みを時系列でタイムスタンプで記録して、でそれによってもうちょっともっとその細かい操作が可能になって、で、データの構造を結構勉強いい感じであの勉強できるようになっているかとっていうデータがあったりしました。でまとめると、まあ、こういったあの今までない新しい概念を使うことによって、まあ、ニューラルネットワークの可能性を広げる手法としては今後期待できるんじゃないかなです。もう一個補足すると、あの昨年末から結構その LSTM がすごい流行ってるかなと思っていて、自分のネットワークにいくつ LSTM をくっつけるかみたいな、そういうのがなんか競ってやってたと思うんですけど、今後なんかいくつ外部メモリを搭載するみたいな、そういった話があったら面白いなと思ってます。でも結構実装は難しいので、なかなか出づらいとは思ってます。で最後に今日の話っていうのはそのなんか数学の話でも結構理論の話になっていて、その理論を理解するっていうところにおいて個人的にすごいおすすめの本があります。で、川添愛さんという方が書かれた白と黒の扉っていう本なんですけど、なんかこうオートマトンの形式言語を巡る冒険っていうの、なんだこれはっていう本があって、ちょっと目を引いて読みました。で中身の話っていうのは実はその勉強の話じゃなくて、ファンタジーの冒険ファンタジーの話なんですね。
ただその題材っていうのは計算とは何か、思考とは何かを題材としてます。で、ネタとしてはオートマトンとかチューニングマシンの概念をかなり分かりやすく一行も式を使わずに解説していて、本当に読んでてすごいなと思いました。で、あとはまあ形式言語というところもあるので、結構自然言語処理をやってる人からすると読んでてなんかいろんなところでもニヤッとするようなところがあったりするので、すごいおすすめです。はい、以上です。ありがとうございました。ご質問ある方。すごい面白かったです。はい、ありがとうございます。聞きたいこととしては、すごい細かいところのオプティマイゼーションは、はい、まあ、今回説明していただいたんですけど、全体的なオプティマイゼーション、本当に成し遂げたいこととしては、初期状態の外部メモリがあったときに、はい、最終状態のメモリ、外部メモリっていうのが、例えばデータとして与えられて、はい、そこの間のチューニングマシンの操作っていうのを学習したいっていうイメージで正しいですか？あ、正しいです。あ、はい。ありがとうございます。今日割愛したんですけど、はい、これを使うことによって、本当に今おっしゃっていた、その初期状態ということをあらかじめセットしたネットワークを作ることは可能になるかなと思っていて、で直近 の, そのワンショット学習でもそういったネタが結構盛り込まれていました。今まで の, そのディープラーニングで本当にのゼロベースの中、赤ちゃんが生まれた状態で何のデータもなしの状態からいきなりその学習とか画像を読み込ませているんですけど、これを使うことによって、まあ、事前学習みたいなのの形成というのはかなり期待できる話かなと思います。ありがとうございます。他に質問のある方はいらっしゃいますか？質問でもないんですけど、はい、結構その外部メモリとか DLC とかなんか最近出てきて、はい、で結構そうなってくると精度上げるっていうのも大事なんですけど、リアルタイム性とかってどうなのかなちょっと思っていて、あ、なるほど、そこら辺ってどう考えてますか？まあ、例えばこう、車とかの対立とか、対立検知とかのあるじゃないですか。これすいません、これ自分で実装してなくて、あと直接動かしてなくて、そのリアルタイム性というものの処理時間とかそういったところに関してまだちょっと手元にデータはないです。ただ式だけ見ると今までの計算よりも複雑になっているので、ちょっとこれを早くするのは一つの課題かなとは思っています。メモリアクセス自体がそこまでその演算処理とか、はい、まあ、ヘッドを動かすところでスピードがかかると思うんですけど、はい、そういうところとかってあんまり気にならないです。結局ラムだからそんなに気になります。気になります。でこの処理っていうのはどんどん複雑化していくので、多分今のところあんまりそのリアルタイム性っていうのを求められるよりも、その推論問題ですね、なんか結構一定の時間余裕がある状態で どれだけいい成果を出すのかっていったところに焦点が集まっていると思うので、そこら辺もしかしたらあるかもしれないですけど、自分はちょっと情報をキャッチアップできてないです。他に質問がある方？ないよ。じゃあ、杉山さんありがとうございました。ありがとうございました。